平成29年9月6日、阿蘇市内のホテルで、平成29年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われました。阿蘇市内の牧の阿蘇プラザホテルで行われた金婚夫婦表彰式では、まず、熊本日日新聞社の池下事業局次長が、松永功、孝子さん夫婦に感謝状と記念品を手渡しました。続いて佐藤義興市長が表彰式に出席した54組の夫婦一人一人の名前を読み上げながら表彰状を手渡した後、人生の大切な先輩としてこれからも導いていただきたいと式辞を述べて、結婚50周年を祝福しました。今年金婚式を迎えた夫婦は、戦後の高度経済成長真っ盛りで、主要道路は車で埋まり、ブルーシャトーや世界は二人のためになどの歌が流行した1967年、昭和42年に結婚された人たちで、今回阿蘇市では80組の夫婦が金婚式を迎えました。最後に受賞者を代表して、後藤真一、明子さん夫婦が謝辞を述べ、今年の阿蘇市金婚夫婦表彰式を終えました。